現在フジテレビで放送されているドラマ海の始まりにて、その演技力が話題を集めている俳優池松壮亮さん。今回はそんな池松さんの経歴とともに、その演技力について、また家族構成や熱愛が噂されている彼女についてなどをまとめました。1990年7月9日生まれの池松さんは、福岡市出身の現在34歳。劇団ひまわり系列の事務所であるブルーシャトルとホリプロを経て、今はフリーランスで活動している俳優です。家族は両親と姉、妹、弟の4人兄弟だそうです。幼い頃から活発で、ラグビーや水泳など様々なスポーツを行っていた池松さん。中でも野球が大好きだったそうで、将来の夢はイチローみたいな野球選手と語っていました。小学生の時は新庄剛志さんが作った長岡ファイターズという少年野球チームにて、元中日ドラゴンズの選手で幼馴染でもある古本武選手とプレーをし、中学高校も同じ学校に通っていたのだとか。そんな池松さんは2001年10歳の時に、姉がオーディションを受けるついでに一緒に行ったことがきっかけで、劇団四季のミュージカルライオンキングのヤングシンバ役になんと合格。そのまま姉と一緒に子役活動を始めました。2003年の12歳の時には、大ヒットハリウッド映画ラストサムライで映画に初出演。主人公と心を通わす非言役としてトム・クルーズと共演を果たし、第30回サターン賞の若手俳優賞にノミネートされるといった凄まじいデビューを果たしました。その後、2005年には映画鉄人28号の主人公金田翔太郎役として1万人以上のオーディションを勝ち抜き、日本映画デビューも果たすと、2006年には NHK ドラマ新選組土方歳三最後の一日にて市村哲之助役を、2007年には大河ドラマ風林火山にて武田信玄の幼少期役と息子勝頼役の二役を演じるなど、次々とドラマにも出演していきました。学業と俳優業を両立していた一方で、青春時代は福岡で過ごすことに重きを置いていた池松さん。2009年、日本大学芸術学部映画学科に入学したことをきっかけに上京しましたが、父親の日々の感覚を持っていない奴は何も演じられないという言葉を受け、俳優一本に絞らず、引き続き学業にも取り組みました。2013年、無事に大学を卒業すると、1年に1から2作品程度だった出演回数を一気に増やし、シリアスな場面から濃厚なラブシーンなどを演じ、幅広い作品に参加。2014年には、その努力の甲斐あって、映画、僕たちの家族や、紙の月などの演技に対し、様々な映画賞の主演・助演男優賞を獲得したほか、第38回日本アカデミー賞の新人俳優賞にも選ばれました。2021年には韓国で全てを撮影し、現地のスタッフともタッグを組んで作られた映画アジアの天使にて、第20回ニューヨークアジアン映画祭ライジングスターアジア賞を受賞するなど、
日本に限らず世界からも注目され始めた池松さん。同年には映画新仮面ライダーの主人公本郷猛役にも選ばれ、世界的大ヒットも記録しました。2023年8月には13年間所属したホリプロを退所し、新たな挑戦をするために独立。そして現在もドラマ、映画に引っ張りだこの池松さんは、2024年、その業績が新しい分野を開いた芸術家に贈られる芸術選奨、文部科学大臣新人賞を受賞するなど大活躍されています。このように池松さんは輝かしい経歴の持ち主であることが分かりましたが、その数々の賞を受賞する演技にはどんな魅力があるのでしょうか。次にそんな池松さんの演技について触れていきます。まず池松さんは俳優としてオールラウンドプレイヤーであることが魅力の一つと言われています。助演男優賞に選ばれた際は、審査員から主演との距離感が押し付けがましくないという評価がされるほど、主役として存在感のある演技だけでなく、脇役としても活躍できる。そんな魅力があるようです。また、わざとらしさのない自然な演技というところも魅力的で、見てる人を引き込むような高い演技力により、視聴者だけでなく、役者仲間や監督などのスタッフ側からも高く評価されていました。そんな池松さんですが、あるテレビ番組で陣内孝則さんが語ったことをきっかけに、家族についても話題になりました。そこで次は、池松さんの家族についてまとめていきます。まず、池松さんの父親は、福岡県の建設会社、株式会社ブルクの社長で、陣内さんとは高校の同級生という関係だそうです。大学卒業後に住宅メーカーに勤め、5年で独立するという目標を掲げ、見事トップセールスを記録するような優秀な方。母親は、お料理千という博多の懐石料理屋でおかみをしていたそうです。また、陣内さんとは幼馴染という関係で、両親揃って関わりが深い間柄であることもわかりました。兄弟の中で情報が出ているのは、姉と妹の二人で、お姉さんは現在36歳。前述の通り、劇団四季の元団員であり、ライオンキングのほか、サウンドオブミュージックなどにも出演しました。対談後は、子供のためのボイススクール、U ミュージックルームにて講師を務めていましたが、現在は同じく元劇団四季団員の方と結婚し、3人のお子さんの母親として、育児に専念しているようです。妹さんは現在31歳で、福岡県で税理士として働いているそうです。芸能活動はしていないものの、姉の SNS にたびたび登場し、姉妹の仲の良さが伝わってきます。弟さんは一般人のようですが、池松さんの X に写真が載っている程度で、名前や職業は明らかにされていません。そんな賑やかな家族の中で育った池松さんですが、自身の恋愛事情について、この人と結婚するのでは?というスクープが上がり、一時話題となりました。最後に、そんな池松さんの結婚について触れていきます。ことの発端は、2023年4月に、女優の河合優美さんとの交際が、週刊誌で記事になったことでした。
映画の完成披露舞台挨拶後、打ち上げに行った帰りに河合さんのマンションに帰宅。翌日、二人仲良くマンションから出てきて、駅に向かっている姿が写真に収められていました。また、同じ記事によると、結婚も視野に入れて交際しているのではないかと書かれており、当時、池松さんが所属していたホリプロは、二人の交際について否定しなかったことから、これは信憑性が高いのではないかと噂されました。二人が出会ったのは、2021年に公開された、ちょっと思い出しただけという恋愛映画で共演したことがきっかけだったようで、10歳も年の離れた河合さんに対して、池松さんの方から熱烈にアタックしたのだとか、極度の人見知りで寡黙と周囲から言われていた池松さんの交際報道なだけに、よほど河合さんが魅力的でベタ惚れなのではないかと言われています。近しい友人に2023年中に結婚したいと打ち明けていたようですが、それは実現されなかったので、そろそろ結婚のニュースが出るのではないでしょうか。人を引きつける高い演技力で、数々の映画やドラマで活躍するだけでなく、仲良しな家族についての話題から親近感もある池松さん。現在出演しているドラマも終盤。今後の活動からも目が離せませんね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。